地獄湯月も同率高原しぐれです。ということで今回ご紹介しますグッズグッズかっこはてなはこちらです。どん、こちらですね、あの林原めぐみさんの桜咲くというシングルのジャケットのコースターなんですけど、こちらあの秋葉原にですねスターチャイルド、カフェコラボカフェがありまして、通称あのスターチャカフェというんですけど、そちらに、同じ林原さんとか好きな友達と一緒にいて、そこにあるメニュー、その声優さんのメニューとか、例えば堀江優衣さんだったら堀江優衣さんのメニュー頼むと堀江優衣さんのジャケットの何かが来るみたいな、そういうやつなんですけど、コースターもらえるらしくてですね、行ってきました。この桜咲く、私むちゃくちゃ大好きな曲なんですけれども、これ作った、岡崎律子さんという方、もう亡くなってるんですけども、本当に大好きで、その方は桜咲くは確かラブヒナなんですよね。ラブヒナの、主題歌かななんですが、私が好きなあの岡崎律子さんの曲フォーフルーツバスケットっていう曲で初めて知ったんですけど、あれはあのフルーツバスケットっていうアニメのやつですね。こういうのも、ありまして、私まだ1回しか行ったことなくって、で岡崎律子さんがどうしても、欲しくてですね、それで岡崎律子さん関係のないかなないかなって思って探したら、これあのなんだ、4月の雪っていうカクテルがあって、それを頼んだら岡崎さんのコースターが来て、やったぜって思ったんですけど、そういう感じのコラボカフェでございます。アニメが大好きな方、もしくは、声優さんが好きな方、行ってみたらいいと思います。結構ランダムのコースターをもらえるらしいんで、もしかしたら私が好きなシャーマンキングとかあるかもしれないので、また行きたいと思います。なんならメニュー制覇したいなって思うので、コラボカフェ多分ずっと常設してあるはずなので、よかったら行ってみてください。この前のキンスパっていう、映像、ライブの映像とかも店内で流れてました。でそしてほっちゃんは店主でした。めぐ様はかっこよかったです。そんな感じの、桜咲く林原めぐみ、スタチャカフェのコースターグッズでございました。一応アニメ枠かな、これ。あれなら番外になるかもな、グッズ、グッズ、グッズだな、でございました。桜咲くいいぞ。